でね、最近話題のね、リアクション動画っていうのわかるみんな。なんか結構流行ってんじゃん。多分ね、関連動画とかにも出たことあると思うんだけど、多分みんなね、見たことある人が大半だと思うんだけど、まあそういうリアクション動画、まあ要するに、人が上げた動画を見ながらリアクションしていくみたいな動画結構流行ってて、俺も見るのそれめちゃめちゃ好きでね、たまに見たりするんだけど、今回はまあそれ系の動画ですね。まあ俺に関してはね、もう自分の動画を見るっていうね、動画だからめちゃめちゃ悲しい感じなのよ。リアクション動画ってさ、大体さ、なんか人の動画を見て反応するじゃん。ただ俺自分の動画なの。めちゃめちゃ悲しいことしてるみたいな。誰からも当てにされない、当てもなく、ただ混乱するエイデイみたいな感じになってるよね。さあ、でね、ちょくちょくね、俺の言葉からも出てきたと思うんだけど、今回ね、昔あげた、うっせぇわの、プロセカの譜面動画があるんですけど、これをね、見ながらね、解説的な感じでね、やっていきたいと思います。意外とね、真面目な感じの動画になるから、俺がふざけた動画を見たい人は、ぜひね、この動画を見てください。さあ、やっていこうか。とりあえず、再生しますよ。いや、楽しみだな。久々に見るからな、本当に。すごいよね。めちゃめちゃバズったよね。うっせぇわっていう曲も、うっせぇわ。いや、テンション上がる。プロセカでぜひ来てほしいよね。来るのかわかんないけど。さあ。あ、来ました。わかる？うん、ちょっと止めるよ。著作権上ちょっとね、時々ね、止めつつやっていくんだけど、もう気づいた方いるんじゃないかな。デーデンが3回来るのよ。だから、その3回のうちになんか俺ね、文字とかなんか、こう、うっせぇわに関係する何かを入れたいなと思ったんで、でね、ジャケット見たらね、アドって書いてあってさ、あ、もうこれでいいじゃんと思って、めっちゃインプット感あるやん、みたいな感じに思ってね、ここにアド入れました。うん、いきなり出落ち感すごいな。めちゃめちゃセンスあるね。もう自分で言うのもあれだけど、もうベタ揉めしていくよ。さあ、見ていこうか。ちょっと止めつつからね。いいよ。ちょっと待って。ちょっと待って。また止めてしまうんだけど、ここね、ちょっとね、こだわりポイント言うよ、また。さっきのアドもね、めちゃめちゃこだわりポイントだったんだけど、ここもね。わかる？気づいた人いるかな？見せつけてやるのところのルーが続いてる部分ってさ、がなりじゃん。だから、がなりのね、要素を入れたくて、俺はね、このね、普通のまっすぐなノーツじゃなくて、ここだけギザギザにしてると思うんだよね。それがもうがなりのね、表現ね。そう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 。そんな感じで、見ていきましょう。いやね、こだわりポイントってあるんだよね、こうやってやってったら。でね、この靴みたいなノーツをね、振ってきてるってね。これはね、特にあんま意味なくて、なんか単純な譜面にしたくないっていう理由で、はい、入れましたね。いいよ。ナイフのようなでめちゃめちゃなんか暴れるんだよね。いいよ。うん。なんか、切り替えがいいね。ここの、Bメロつうのかな。ここ。でも、遊び足りないのところで、フリック入れて、なんか、変化をつけたくてフリック入れましたね。なかなかいい感じだと思います。うん。なんか、遊び足りないっていう割にめちゃめちゃ遊んでるよね。最初の譜面からめちゃめちゃ遊んでるっていうね。さあ。誰かのせい。ごめんね。こんな止めてばっかり。うん、本当にね、ごめんなさいなんだけど、ここね、原曲聴いてる人ならね、わかりやすいと思うんだけど、ここ。左にね、不自然にね、2回ね、黄色いノーツが来てると思うんだけど、誰かのせい、パンパンって入んのよ。だからそれをね、しっかり耳で聞いて、譜面に落とし込みましたね。いや、めちゃめちゃセンスある。いや、ここめちゃめちゃ気持ちよかったもん。はい、来ました。混乱するで、今のところね、ハテナ再現しましたね。いいよ。いや、ここの譜面結構好きなんだよな。これよく見たらわかるんだけど、ここね、一見難しそうに見えるんだけど、真ん中とね、右ノーツをね、バンバン押してたらね、簡単に取れるっていう仕様にしました。さあ、見ていこうか。いいよ。いや、なんかここが難しいって言ってる人いたね。ここ。社会人やところやばいよね、確かに。いくよ。来るよ。はーってなるわ、そりゃ、みんなも。そりゃ、はーってなるわ。ちょっともう一回見ていい？これだよ？もうなんかさ、なんか納豆のさ、糸引いてるやつみたいな感じになっちゃってんのよ。これもう全押しじゃないとなかなか取れないよね。バカですね、本当に。これ作ったやつ誰だよ？俺だよ。なんか陣内のネタみたいになったからやめようか。でね、ここね、こだわりポイントあるんだけど、わかる？うっせぇわのところでね、うとせに、うとせとわにね、フリック入れてんのよ。だからめちゃめちゃね、気持ちいいの、ここ。いくよ。はーでしょ？たん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 って、ほら、もうすごくなんか音にはまってるっつうのかな。プロセカのマスターだったらこう入れてくるよな、みたいな感じのポイントでね、俺はフリックを入れましたね。なかなか良かったんじゃないかなってこれ思ってます。おもろ。イスタイガーサインのところでこれ反転するって感じね。うん、なんか右手ができる方でも、次左へ来ますよっていうこの嫌がらせ譜面ね。はい、お疲れ様でした。さあやっていこうか。いいね。真ん中の打つね。ちょっと認識なんだけどね。来ました、メロディー。あ、ここね。うん、なんかすごいね、黄色の打つめちゃめちゃ来ると思うんだけど、ちょっとここもね、こだわりポイント言わしてほしいんだけど、このね、メロディーの後、最初はね、うっせぇわ全部ね、赤いノーツで、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわで1オクターブごとにね、赤いノーツが入ってたと思うんだけど、ここなんで黄色いノーツを入れてるかっていうと、まあ、最後のね、サビの部分っていうのがあってね、盛り上げたいっていうのもあるんだけど、ここの入れるタイミングもみんなね、注目してほしいんだけど、いくよ。タン、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 ここね。このリズム感、めっちゃ良くない？この黄色ノーツ入れるさ、なんか、タイミングめちゃめちゃいいと思うんだけど、俺。すごい自分でも感動してるもん。ほら。これなんか、盛り上げる感じ？この黄色ノーツでね、めちゃめちゃ盛り上げる感じがめちゃめちゃたまらんのよ。はぁ、来ました。はぁ、来ました。はぁってなんか、うっせぇわ混じったけど、ここはね、繰り返しのところね、最初の。さあ、まあ、これ以外リズム取るね、感覚はないんですけど、ここちょっとね、俺の編集技術のなさでね、ちょっと転調しちゃったんだけど、そこは申し訳ないんだけど。さあ、ここでね、もう全部黄色ノーツで、終了ということで、830ということで、オールパーフェクト。まあ、これはオートなんだけどね。俺がやったみたいな感じで言ってる人がいるんだけど、これ俺やってなくてオートです。いやーね、うっせぇわ見ていったんだけど、どうだったみんな。いや、俺正直自分でね、こう言うのもあれなんだけど、もう100点だと思う、これ。めちゃめちゃ面白いもん、この譜面。はい、ということで見ていきました。もちろんね、うっせぇわも譜面もめちゃめちゃうるさいんだけど、正直一番うるさかったの俺の実況だね。